カゴ釣りの、まあ、基本的な仕掛けです。でまずこちらに絞りペット、入ってます。で吹き付けも簡単にここワンタッチで取り外しできるようになっているんで、でこちらにこの、カルマンボですね、こちらつけとくと、この仕掛け投げるときにその防具なカゴ釣りどうしても防具になるんで、まあ、ここへカゴが絡まないように投げてするときにこう、カゴが絡まないぐらいの距離を、置きます。でクッションゴムで重りのついてるやつに、カゴつけてもらって、でその下へ貼り付けてもらって、で人によってはこの下に、ハリスもう短く取って忍ばして、釣られる方もおられます。